バイエルン・ランツ・フート公国は1353年から1503年まで神聖ローマ帝国に存在した両方国家の一つ。バイエルン・ランツ・フート公国の創設は神聖ローマ皇帝ルートビヒ4世紀の死の結果である。ルートビヒの帝国を分割する1349年のランズブルク条約において、シュテファン2世、ビルヘルム1世、アルブレヒト1世は共同で、 シモバイエルンとネーデルラントを継承した。4年後の1353年、医療はレーゲンスブルク条約で再分割された。ステファンはバイエルン・ランツフートを相続した。1363年にステファンはウェバイエルン公になり、バイエルン・ランツフート校僚と再統合された。ステファンの死後、その3人の息子が広告を共同統治した。しかし1392年に、 バイエルン・ランツフート広告からバイエルン・ミュンヘン広告とバイエルイン・ゴルシタット広告が切り離され3つに分裂した1429年にバイエルン・シュトラウビング広告の一部がバイエルン・ランツフートに統合され1447年にはバイエルイン・ゴルシタット広告全域が編入されたこのこととラッテンベルクとキッズビュールの工業と近代的な統治機構で バイエルン・ランツフートは、バイエルン地方で最も富裕な両方となった。広告の居城は1475年まで、ランツフートのトラウスニッツ城に置かれた。1475年には、ブルクハウゼン城に居城を移転した。バイエルン・ランツフート広告は、ランツフート継承戦争を引き起こした、ゲオルク富裕孔が死ぬまで、150年にわたり、存続した。 戦争が終わった1505年に、領地は新しく創設された、プファルツノイブルク公国とバイエルンミュンヘン公国に分割された。クーフシュタイン軍とキッツビュール軍は神聖ローマ皇帝、マクシミリアン一世にバイエルンミュンヘンへの支援の代償として譲渡され、これらはチロルに統合された。ありがとうございます。